カヤ語、または、カラ語は、朝鮮半島南部のカヤ諸国で話されていたと、想定される言語である。13の地名から推定が試みられているが、これらが、カヤ語を反映しているのか、その前に存在した言語を反映しているのか確かでは、ない。カヤ諸国の言語に直接由来すると認定される語は一語しか、ない。議論されている地名は日本語と関連する言語にも、現れる。 ベクイスは、非竜語族を、地名から推定されるプレ、カヤ語と共に、下のように分類している。このプレ、カヤ語が、後のカヤ諸国の言語と関係があったかどうか、明らかではない。三国式巻34に、先段領という語について、カヤ語では門が、領と呼ばれるという記述がある。中国語の、領は白木語では尾根に当てられ、このことは、カヤ語の門は、 ツールのような発音をされていたことを示唆する。これは古代日本語のツー、ティードは、モンという意味、と一致する。日竜語族と一致するように見えるカヤの地名は、日本語コークリ語族仮説の一部証拠となる。しかし、コークリ語はより北方由来であり、朝鮮南部で先日本語を置き換えた可能性もある。カヤは三冠から成長したため、 クダラの支配階級が使っていた航空語由来の言語が三観先住民の言語かや語に上層言語として混合し日本語となった可能性がある。ありがとうございます。